はいどうもこんにちは、ジです。ということで今日はですね、落合さんなんですが、ロッテ版から継承してきました。まあそこまで変わんないかなっていう判断で、まあ、継承してきたんですけど、比較するとですね、ミパー総力すべて落ちてます。まあ、落ちてるって言ってもですね、3割超えの40本打ってるんですよ、この時。で、守備適正はセカンド適正がなくなって、サードも1下がってるんですが、補給スローイングが上がっています。で、特殊能力は変わらずと。はい、まあ実際、ロッテ版と比べてもそこまで差はないかなっていうところで、あとはスピ差ですよね。スピ解放してても200差もあるんで、まあ特に2体持ちする必要性はあまり感じなかったですかね。2体持ち中としても特にっていう感じでした。一応継承するかどうか迷ってる方に向けて判断基準を考えるとすると、まあ同値が崩れていることと、セカンド適性がないことと、スピ差が200から300あることの3つの中で、まあどこまで許容できるかだと思います。で、まあ僕の場合だとスピ差が大きいから継承したのと、まあまた来年ロッテ版が来たら当てればいいやっていう、まあ結構さらっとした感じで決めました。あとは特殊能力が変わってないことが大きかったですね。で、今回の落合さんも変わらずガチお代入りさせます。はい。で、ブーマーとどっちをファーストに置くか問題は、まあ、結構どっちでもいいかなと思ってて、まあ補給が高いのはブーマーだし、適性が高いのは落合さんなんで、まあちょっと迷うんですが、まあ好みだと思います。まあとりあえず今日は、落合さんをファーストに置きます。ブーマーの方が58、総力落合さんの足遅い。はい、じゃあ次は称号をやろうかなと思うんですが、今回落合さんが、初めての称号になるんですが、 A ランク3枚あります。狙うのは今回極意書が、1枚しかないんで、星1のミート自慢が来たら83同値になります。はい、上がった、星サンダー、マジか、勝利の使者だ。ダルさんにもついて、落合さんにもついた。どうしようね、これ。あと A ランク2枚あって、まあリーグオーダー的にはね、本当に同値を増やしていかないといけない場面ではあるんですけど、ちょっとね変えたくないんで、このまま行きますか。さあ行きますか、1試合目、1試合目から甲子園。このマー君は今年のシリワンか。ってことはツーシームがなんぼだ。お、いいね、落合さん。-1。なんかさ、ツーシームの変化量もさ、なんかつけてほしいよね、変化量のゲージみたいな。じゃないとさ、分かりにくいよね。そうですね。いける、マジでゲッツでもさ、今の感じだとなんかそんなに変わんない感じじゃなかった。まあ能力も含めて使用感とかね、まあユニフォームが違うぐらいじゃねえか、マジで。あとなんかある？なんもないよな、多分。まあ能力86同値と82、83は、まあ、そんな変わらんっしょ、実際。まあそれだけ落合さんがさ、あの安定した成績を残してたってことでしょ。抜けた。さあ2回表いきましょう。ここはマイナス1と。やだな、投手 OK。 うわー、切れない。おー、全出し。マジでさ、早くスタミナなくなってくれ、これ。全然飛ばんかった。あー、広角出んかった。ナイスツーラン、いいね。さあ落合さんまで回るかね。回るね、これは。回ります。やべ、あー、ナイス。割と福投手はね、このなんだっけ、スクリューが強いかなって感じですね。プラスで強いかなって感じだと思います。うわ、入るか。よし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 。さあ落合さんは広角のみと。87、88、うん、十分勝。やっぱボール全然落ちねーマイナス1の。なるほど、そうですか。あー、惜しい。うわ、通じる。いやー、やばい、マジでむずい。来た。うわ、なんでゴロ。うわ、セーフ。いや、ブーマーよりだって足遅いもん、それアウトだわ。やべ、落合さんで2打席連続で何もできんかった、最悪だ。もうさ、これスタミナないっしょ、変えないってことは。まあそういうことだよね、多分ね。2試合目生かしてくれ、頼む。さあ満塁、満塁で。あ、でもなんか曲がるな、あれ。スタミナ、いや、もうないよね。ああ、そうだね、ボールが遅くなってるんで、多分スタミナはないはず。でも結構落ちるな、わかんねえけど。まあないっしょ。フルカウントになっちゃった。気持ちよく2試合目行こうぜ。おっしゃー、ナイス、気持ちいい。さあ2試合目、宮城投手か。出た、めっちゃ打ちにくいんだよな、スラーブに。そう、あ、やばいやばいやばい、スラーブに。あ、忘れたわ、あ、スプリットかな。
割とねカーブ使う方多いんですよね、宮城投手使う方って。でもそれが強いんだよなマジで。おフォアボール、うわ何も出んかった、何も出んかったらさすがにちょっときついね。ミートが C に入っちゃった。カーブはねなんか組み合わせがいいんだろうね多分宮城投手の場合は。さあまたフルカウント、どうだヒットかちょっとあんまり打感良くなかったっすね今の打席は。まあでも3800でね何も出なかったらもっときついってことなんで、まあそう思えばまあ十分か。おおめっちゃ綺麗、いいねそのカーブ打っちゃったわ。ピッチャーが変わります、出たビエラこの試合は7点でコールドですね。うわツーシームか、今スプリットにしか見えねえ、まあ、逆もしっかりって感じだけど。やだねビエラは本当に、ここも早くスタミナなくなってくれって。ああ打っちゃったこれさ超高速だったらマジで最悪だよね本当に。ああやばい怖えここ、ほっいや早い。さあまたフルカウント、全部インコース、入ってくれ、入んねえか、これ7点入るかな。またタイピンかで降格がない、マジでやだ。ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻める、あーナイス、引っ張ってったっていうのがちょっと構想したね。さあ中地ホームランで終わりだぞ、やべえみんな降格出てねえじゃねえか落合さんも。わっよっしゃナイス中地、さすが第二の相棒だわ、いや違う普通の相棒だわ。まあいいや、また出なかったけどパワーは90と。このマー君は、僕が使ってるやつか、強いマー君だ。3球目は何で来るか、よし完璧、やばい今の、いやめっちゃ気持ちいいうわ持ってくんだそこ、広角出てなかったけどね、やべえマジで。いやいいもん見たね今、すごかった。残念ながら3試合連続とはならず、なんでこれが4試合目か、5点ビハインド。また何も出なかったよ落合さんあれ1試合目何も出なかったよね、忘れたけど、マジか。まあでもね降格がなくても十分やれるっていうのはさっきので分かったんで、いつも通りやれば大丈夫だ落合さんは。あーミスった、最悪、いいボールだったのに打ち頃の、くっそ、まあ1回ヒットだから、うん、もうなんかねレベルが高いからさ落合さんは、ホームランしか打ちたくねえ。惜しい、10点でコールドでしょう、これ10分ぐらいかかりそう。とりあえずは2点と、お、あれ玉つけてるんですね、まあ僕もつける派なんですけど。ストレート、いい、切れる、チェンジアップ、いいね。多分ね今のチェンジアップはここボール球外すやつだと思うんですよね。あの大野投手の時も結構強いですよっていうのは言われたんですけど、あのね少しでもずれたら打たれちゃうんですよ。そう、それが怖いからね僕はあんまりこうなんか上のチェンジアップは使わないんですけど、まあ、決まれば強いかな。でもピッチャーが変わります、おタイピンなし、ラッキー、ツーラン欲しいマジで、あれ振り遅れた、いい感じだ、10点見えてきた、すげえ互角だって、4246、珍しい、そんなコンボ同じ、まああるか普通に。やべワンアウト、中地また頼むわ、またちょっと一発打ってくださいお願いします、でかいぞ打てたら、あ切れる、さすがに力入ってくる場面だよねここね、よし、ああ抜けてー、オッケー、よしよしよし、いい感じだ、ここでホームラン打って落合さんでもホームラン打ったら10点入る、やばいね、うわ来た、やばい、いきます、さあ落合さん全出しはないのか、またいやビエラだし、うわ高額も出ねえし、あでも古いビエラだってことはツーシーム C だったっけ、あーやばい、やべすいません、ミスった、あーすげえショック、これは動画の展開としては最悪です、はい、いやマジで申し訳ない、結局お前なんかブーマーなんか落合さんより足早くせしてマジでめっちゃ打ち上がって、うわー大丈夫か、今のはかわいそうだブーマー、ごめん悪口言って、
うわ結局10点入らず。おい名前どうにかしろやこれなんか落合さんがさ今日あんまりいいとこはそんなに多くはないけど、まあ特能のさなんか出とかも含めて、まあでもこれがリアルだよねって言ってたらめっちゃいい感じになったわ。95、まあチャンスなくてもこんな感じになれば強いっしょ。いけるぞ、よっしゃ完璧なホームランです。なんていうかこう良くないところといいところと、うん、かなりまあ両極端ですけどいいところを見せられたんじゃないかなと思います。まあもうね今日は十分打てたから、まあ、ここで打てなくても、まあ、最後にしようかなと思います。落合さんでいいホームラン打てたし、よしいいね逆転、よっしゃ行こうぜおかわりくん、ホームランで終わりです。点入れ勝ち、どうだ、いい入んないか、また中地かよ、いいとこで回ってくんねすごいな、こんないい場面で何回も。さあ初球は何か、うわー抜けたナイス、あーちょっとミスったけどなんとか勝ちました。はいということでいかがでしたでしょうか。まあ今日の動画はね結構いいところ悪いところ両方見せられたかなと思うんで、まあそこら辺ちょっと見てみて継承とか、決めてくださればなと思います。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。